皆さんこんにちは、がん情報チャンネル外科の佐藤です。今回はヤクルト1000、がん予防は期待できるかというお話です。話題になっていますこちらのですね、ヤクルト1000なんですけれども、品切れ続出でなかなかですね手に入らない、そういう状態が続いているそうです。で今現在もですね、ヤクルトのホームページからはなんか購入ができないようになっていますし、アマゾンなどネットではですね、すごい高い値段で販売されています。私もですねこれ飲んだことないんですけれども、このですね、ヤクルト1000は機能性表示食品ということで、1000億個というですね、ヤクルト史上最高密度の乳酸菌シロタ株が含まれているそうです。ヤクルトのですね、このホームページによると、このヤクルト1000に含まれる乳酸菌シロタ株をですね、継続して飲むことで、まず1番目にストレスが緩和されるということですね。そして2番目に睡眠の質が高まること、そして3番目に、腸内環境が改善すると、こういう3つの機能が期待できるということを謳っています。がんの原因としてはですね、過度のストレスとか睡眠障害、そして、腸内環境の乱れがありますので、理論的にはですね、このヤクルト1000を飲み続けるとがんの予防につながるのではないかと、そういうことが期待されます。ただし、ヤクルト1000は、あくまでですね食品であって、医薬品とか、医薬部外品ではありませんので、がんなど病気の予防効果を謳ってはいません。ではですね、このヤクルト1000を飲み続けることで、がんの予防効果が期待できるのでしょうか。研究をですね調査してみました。でもちろんですね、このヤクルト1000という商品を、長期にわたって飲んだ人のがんの発症リスクを調べた研究というのはありませんでしたが、一方だけですね、ヤクルト1000に含まれる乳酸菌シロタ株を、長期にわたって摂取するグループにおける、がんのですねリスクについての、観察研究がありましたので、これを紹介します。でこちらのですね2020年にニュートリエンツという雑誌に報告された論文です。この研究ではですね、まず最初に食物繊維と乳酸菌シロタ株のサプリメントによって大腸のですね腫瘍が予防できるかを調査した、そういうランダム化比較試験があったんですけども、それに参加した380人のうち、同意が得られた237人をですね、その後、長期にわたってこの乳酸菌サプリを続けるグループと続けないグループというのに分けたということです。ちなみにですね、この乳酸菌シロタ株のサプリメントは1日 3g ですから、300億個の乳酸菌シロタ株を摂取するグループということになります。そしてですね、最初の試験から平均でですね20年以上経ってから、がんを含めたその健康状態を比較した、そういう観察研究です。その結果ですね、この累積のがん罹患率ですけども、乳酸菌サプリを続けていたグループでは 18.8%、そしてサプリを続けていなかったグループでは 22% ということで、有意差はありませんでした。でこちらがですね、がんの罹患率のグラフですね。でこちらが乳酸菌サプリのグループで、こちらがサプリを飲んでいないグループになります。でこの乳酸菌サプリを続けていたグループの方がですね、低いままで推移したと、がんの罹患率が低いままで推移したというような記載なんですけども、実際には統計学的な差はありませんでした。というわけで、少人数での検討になりますけれども、乳酸菌シロタ株を長年ですね摂取することによって、この明らかながんの予防効果は見られなかったというような結果です。ただですね、他の観察項目では、この乳酸菌のシロタ株を続けていたグループではですね、体重の減少が少なかったということですね。で高齢者では、体重の減少が一つの問題になるんですけれども、この乳酸菌シロタ株を続けることで体重が維持できる可能性があるというようなことです。以上ですね、乳酸菌シロタ株の長期摂取によってがんの罹患リスクが減るというエビデンスはありません。ただですね、個人的にはこのがんになるリスクは変わらないとしても、もしですねがんになった場合に腸内環境がいい状態にあると、
治療成績が良くなるということが分かっていますので、ヤクルトに限らず、このプロバイオティックスを日常的に摂取することは、おすすめです。で、最後まで動画のご視聴ありがとうございます。このがん情報チャンネルではがんについてのあらゆる情報や最新の話題について分かりやすくお伝えしていきます。皆さんの知りたいこと、取り上げてほしい話題がありましたらコメント欄で教えてください。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。以上です。ご視聴ありがとうございました。がん情報チャンネルではがんについてのさまざまな情報をお伝えしていきます。またブログでもがんの情報を発信していますので、よろしければご覧になってください。チャンネル登録とツイッターフォロー、ぜひお願いいたします。